漫画の神様手塚治虫さんのブラックジャックが AI を使ってよみがえりました。40年ぶりの新作ができるまでを密着取材しています。引き受けても構わんが、手術料は5000万だぜ。5000万！病院の名誉を守ると思えば安いもんだろう。さあどうするんだね。法外な代金と引き換えにどんな手術も成功させる天才外科医を描いた故手塚治虫さんのブラックジャック。 AI を使った新作の漫画が発売されました。漫画の神様に挑んだ制作期間およそ5ヶ月をカメラは追いました。今年7月に行われた第1回の制作会議、手塚治虫さんの長男誠さんら映画やドラマを手掛けてきた著名人や手塚作品を知り尽くした面々が顔を揃えました。人工知能を使うことによって良質のコンテンツをいっぱいできる、こういったことをしたいというのがもともと目的です。なのでどういうふうにしたら人工知能が、人間のサポートができるか。人工知能が専門の栗原教授の研究室が今回のプロジェクトのために開発したのはブラックジャック200話分など手塚治虫さんの過去の作品を学んだ AI です。 AI と人がタッグを組んでストーリーと作画を進めます。まずはストーリー作りから。例えば環境問題をテーマにして登場人物の設定をした上で AI に対して地球を直すと指示を入れると、こんなところで、非常にシンプルな、短いストーリーがいくつか出てきました。 AI と繰り返しやり取りしてストーリーを完成させます。初めて使った感想は、ただ今見た限りで、いやもう全然こんなの話にならないよ、使い物にならないよというものではない。ブラックジャックが地球の病を治すような、次の会議には AI を使って作ったストーリーをそれぞれが持ち寄りました。これ作るの大変だなっていうのが、AI と20時間ぐらいこのプロットでちょっと向き合いました。私はこう思います、その意図はこれですって伝えると、ちゃんとその意図を汲み取った上で新たな案をたくさん提示してくれる。プロのクリエイターたちが AI と向き合い作り上げたストーリーの中から最終的に映画監督の林海蔵さんの案が採用されました。テーマはアンドロイドですよね。機械の心臓を、ブラックジャックが直せるのかという、過去の作品でも登場した人工心臓の手術にブラックジャックが挑戦するというものです。ストーリーができると取り掛かるのはキャラクターの生成です。今回の物語で核になるマリアというキャラクターを決める過程では、まず性別やサイボーグなどのキーワードをAI に入力すると手塚作品らしい顔がいくつも出てきます。顔が決まると体や細かい部分に取り掛かります。ここのところはあんまり蓋開けちゃうと、なんかちょっと不気味というか、なんか違うアトムになっちゃうんですよ。で、左右対称じゃない方が絶対いいと思うんです。片足はそうな、メカっぽかったら片足は少し生まま残ってるとか。実はマリアは機械の心臓を持つキャラクターです。どこまで人間らしさを残すかなど、質感まで丹念に作り込みます。キャラクターを作ったのは AI ですが、最終的に漫画を描き上げ魂を吹き込んだのは人の手でした。
AI が作った絵は使ってません、そのままで使ってません。これは今まだその AI が生成した絵というものを商業的に使っていいものかというのはいろいろな議論がありますし、まあ、法的整備もされてないということもありますので、そこは私たちはあえて避けました。ですからAI に手伝ってはもらいましたけど、最終的には人間の描いた絵を全部使っています。 AI と人間で半年余りをかけ制作された新作は先月お披露目されました。この通り、これは手塚漫画にふさわしいというふうに感じました。新作でブラックジャックが挑むのはマリアの心臓にできた腫瘍の手術です。 AI でできた完璧なはずの機械の心臓がなぜ病気に侵されたのか、テクノロジーで命を長らえることの是非や人間とは何かを問う内容です。今回のプロジェクト、制作の半分以上は AI が担ったということですが、その限界も浮き上がってきました。感情ってすごく実は抽象的なもので、実はデータができないんですね。感情を表現した漫画の絵というものは学習できるんです。でもそれは絵の学習に過ぎないから、その裏に込められている感情っていうのは分析もできなければ解析もできないわけなんですよ。そこはやっぱりその AI が作ってきたストーリーに加えなきゃいけないんですね。感情を効果的に伝えるための演出は人間の手でないと難しいといいます。その手塚治虫の漫画の凄さっていうのはその演出の凄さなんですね。やっぱりブラックジャックで手塚治虫がやっている演出っていうのはもう演出の極みに、実は非常に複雑な話を書いてるはずなのに、すごくそれがスーッとこう読者に入ってくる、腑に落ちる書き方をしている。それを一言だったり一コマだったりにキュッてこう集約して書けるっていう、そう手塚治虫のやっぱり凄みなんですよ。